さあ今日は小じはるちゃんこと AKB48 の小島春はるなちゃんに空インタビューをしてみたいと思います。小じはるちゃんがね、星のことを語ってくれるなんて私すごく楽しみなんですけれども、小じはるちゃんと篠原はテレビ番組のポンっていうね、あの番組をきっかけにお友達になったんですけれども、ある時に こじはるちゃんが腰の原のところにパーっと駆け寄ってきて、ねえねえ、ともえちゃんとお友達になりたいって言ってくれたの、もうかわいいと思っちゃって嬉しくなっちゃって、もちろんですって言って電話番号交換を交換したのがきっかけで、よく今もメールをしてるんですよね。あの絵文字とかも交換して、結構キラキラ系のね、あの絵文字をよく送り合ってるんですけれども。ということで、今日はそんなこじはるちゃんに 篠原の印象を聞いいてみちゃいましたそうですねともえちゃんは本当に素敵な方で周りの方への気遣いとかあと一つ一つの言葉遣いとかがすごい丁寧だったり本当に私にとってすごく憧れの女性です、えー、今もですね LINE を交換してたまにメールを送ったりするんですけど。 そうだな。最近は、あの、全然会ってないので、また会ってお洋服の話をしたり、お洋服に星のモチーフがあったりすると、ともえちゃんがすぐ反応したりして、あの、あ、星だねって言って言ってくれたりして、あ、本当に星が好きな方なんだなと思いました。 ですよねありがとうございますお褒めいただいちゃってねお恥ずかしいんですけれどもそうなのあの番組でねあの今まで同じ日に収録していてよく会ってたんですけど最近会えてないんですけどなんかその私が日にちがこう収録の日にちが変わる時もなんかこうリラックスグッズなんかこう バスに入れるソルトみたいなおしゃれないい香りのするのをくださるんですよでもなんかこじはるちゃんに憧れの女性なんて言ってもらえるなんてねちょっとドキドキしちゃいましたけども素敵な言葉ありがとう感激ですさあそんなこじはるちゃん星空ってよく見ますかそうですね私は普段星をちゃんと眺めたりしたことはないんですけどもあの私ハワイが好きで ハワイに行くとホテルで必ずオーシャンビューみたいな海側のお部屋にしてたんですけど行った時に海側の部屋がなくてその時は山側のお部屋だったんですけど外を見たら山しかない感じだったんですけど真っ暗でそのお部屋がすごく星が綺麗だったのでそれからは山側のお部屋を選んだりするようになりました。わあ こじはるちゃんちゃゃんんんと星空見てくれたんですね <laughs> お姉さんちょっと感激しましてちゃんとあの見てないって最初の時言った時どうしようかと思ったんですけど <laughs> あの私もねこのホテルとか泊まる時にこう海沿いだとねこう下の方までの星も見えるんですけど山側だとこう山のシルエットがこうね暗闇の中で見えて私山側のね星はすごく好きなのでこじはるちゃんさすがですねもうこれで空がーるの仲間入りですね嬉しいですね。 仲間が増えてさて、そんなこじはるちゃんですが、昨年星にまつわる曲をリリースしています。この歌、私、篠原とキラッキラなつながりがあったんですよね。そして、星といえば、私もマイシャイニングスターズという星の歌を去年ノースリーブスというユニットのシングルのカップリング曲で発表させていただきました。 なんとですね、ともえちゃんとも仲良しの石野の卓球さんに作っていただいた曲でしてそこでもまたミラクルが起こってあの仮歌ってあるんですけどあのレコーディングの前に仮の歌をもらってそれを聴いて練習する歌があるんですけどその声がですねなんかいつもの AKB の仮歌のお姉さんと違ってなんか可愛くて素敵な声だなと思ってたらなんとともえちゃんが 仮歌を入れてくださっていてそれはすごくあの覚えやすくてすごいいい歌声だったんですけどそこでもですねなんかとっても「運命を感じましたマイ・シャーニング・スターズ」という曲はですね私も本当にお気に入りでキラキラしていて聴いていると星空が浮かぶようなとても可愛い曲なのでぜひ皆さん聴いてみてください。 実はこれはもう小じはるちゃんのおっしゃってた通りあの卓球さんの家に突然呼ばれてちょっと来てって言われたから遊びに行ったらあのちょっと仮歌歌ってって言われてえ、この歌何かわいいって言ったら小じはるにね今度曲を作るんだよなんてちょっと嬉しそうに言ってて何それって言ってじゃあ仮歌ちょっと歌ってみてよって言われてあ、もう嬉しい嬉しいって言って歌ってたんですねそしたら卓球さんが初めて私の 歌を「お前歌うめえな」って言って褒めてくれて「いや卓球さん私も随分前から16歳の時からデビュー曲全部プロデュースしてるでしょ」って言って「よく聞いてなんかお前ちゃんと歌えんだな」なんて初めて褒めてくれた曲がこの曲でもありますね。あとこの 曲を届けようって思った時に、小じはるちゃんはちょっとこう鼻にかけた可愛い声なので、ちょっと鼻声で真似して歌ったん <laughs> ですけど、その思いが届いて本当になんか力になれて嬉しいなと思いました。ぜひ今度ね、ライブとかに呼んでくだされば、もう乱入しますので、えー、行っちゃいたいなと思います。<laughs>